ハト原信号場は、かつて、北陸本線に存在した日本国有鉄道の信号場である。鶴ヶ駅と新引田駅の間にあり、引田駅方面の急線への分岐点となっていた。ハト原信号場は、新旧合流地点の少し北側より、ループ線が交錯するあたり、旧国道8号をアンダーパスする手前までの区間であった。対比線が2本、本線の西側にあった。 廃島もなく、さら地になった。鳩原はは、鶴ヶ市の地名としては、鳩原と読むが、信号場の読みは、初原であった。青実線が、柳瀬トンネルを経由する北陸本線9線、赤み線が深坂トンネルを経由する北陸本線新線、北側で、双方のルートが合流する地点が、鳩原信号場明治時代初期に、 前原駅と鶴ヶ駅を結ぶ路線として建設された時は、北陸本線は25パーミル勾配を含む経路で、柳瀬トンネルを経由していた。しかしこの経路は急勾配と急曲線が連続して、輸送力が低いという問題を抱えていた。昭和初期になり、この区間の輸送力増強のために、経路変更が計画され、最急勾配を10パーミルに抑えることができる負荷。 ザカトンネルを通る経路が建設されることになった。しかし、深ザカトンネルの北口側から鶴ヶまではなお、標高差が87メートルあり、最急勾配を10パーミルに抑えることは困難であった。そこで、鶴ヶから深ザカトンネルへ登り、勾配となる上り線は、ループ線を設けて10パーミルに勾配を緩和し、一方、下り勾配となる下り線については25パーミル勾配を使って、 従来の北陸本線の線路に接続する構想となった。この際に従来の柳瀬トンネルを経由する北陸本線をどうするか検討され、ローカル列車のみを通す柳瀬線として存続させることになった。第二次世界大戦の混乱により深坂トンネルの工事完成は戦後にずれ込み、鶴ヶから深坂トンネルまでの上り列車に対する 急勾配を緩和するためのループ線の建設は先送りされることになった。1957年10月1日に付加、雑貨トンネル経由の新線が開通し、従来線は柳瀬線としてローカル列車のみの運行が行われるようになった。この際に、波と原信号場が新線と急線の合流点として設置された。その後、先送りされていた。 上り線用のループ線の建設が進められ、1963年9月30日に開通して、新引田鶴ヶ間が複線化された。この際に従来から使われてきた新引田から、鳩と原信号上で急線に合流して、鶴ヶへ向かう線路が下り線となった。柳瀬線の運行を続行するためには、巨額の費用を投じて、鶴ヶから、 はと原信号上の位置までを先造するのでない限り、北陸本線の下り線に柳瀬線の上り列車を運転しなければならず、保安上の問題があるとともに、北陸本線の線路容量を制約する原因になるとされた。このため、柳瀬線の引き立つるが間は運転休止となり、国鉄バスで代行されることになった。この区間の運転休止は、 正式には1963年10月1日からと公示されており、鳩原信号場はこの日に廃止となった。一部区間をバス代行となった柳瀬線は残りの区間においても利用客が激減し、翌1964年5月11日に全線が廃止となった。日本国有鉄道柳瀬線、引田駅鳩原信号場鶴ヶ駅北陸本線。 新引田駅派と原信号場鶴ヶ駅。ありがとうございます。